5キロってことは、なんか今回ちょっといつもと違くないか。本当だ。本当だ。なんかちょっといい車になっている。ね。ね、広い。なんか長くない？もしかして昇格したうち。そういうこと？運転技術が認められて昇格した可能性がある。やばいってこんな長い車運転させたら。すごい、しまった。やばい。まあまあまだね。まだ事故ではない。まあまあまあ、ちょっと押したぐらいなんでね、ちょっとだけ。煙がまだ見えないね。確かに。そっちじゃないですよ。ふぶちゃん煙見たくて仕方ない。そこじゃないですよ。そこじゃないですよ。あれ違った、間違えたわ。違いますよ、皆さん。ぐるっと回って。ここ左に入ればいけるかな。そうだね、そうだね。もうちょっと先だね。道がなければ作ればいいんだよな、美容者。突っ切ってくってこと。あ、そこだ。あ、行って。ねえ、長すぎるって。長いんだもんな、難しいよ。カーブ気をつけてよ。ほいほい、いいよいいよ、あー。でも、これはさ、美容者、長いのが悪いよね。そうだよね。長くて悪くないよね。悪くないよね、美容者は。悪くないか、まあ、こんな運転したことないもんね。そうだ、こんな細い道走らせるのが悪いよね。ふぶちゃん、あれふぶちゃん、いや、これしょうがないよ。まあしょうがないよね、これ。急にミオにこんな大きな車与えたのがいけないんだよ。そうだ、そうだ。そうだ、そうだ。お父さんお怒り、こんなものをミオに与えるのが悪いんだ。悪いんだ。まだ早い。悪いよな。ミオにはまだ早い。え、でも、あ、そういうのどこだ、これ。この山の向こうじゃねえ。山の向こうか。ミオちゃん、左やってどこ行ってんねん。バッツ見えとんのかどこ見てんだ。ごめんなさーい。ごめんなさーい。流れるようなリセット。流れるようなね。え、重い。全然進まないんだけど。なんで絶対そっちじゃないからだ。坂道だから、坂道。え、でも絶対違うよ。絶対こっちだって。地図上、信じろって。地図を信じろって。いやいや、お前地図見えてんのか。お前地図逆でしょ。え、青いとこだよ。青い方向行くんだよ。え、だってこれで間違ってないんじゃないの。え、違うよ。あと青い、あー、まあ、もうナビゲートがこっちでいいってなっちゃってるよ。あ、ほんと。ふぶちゃん、これもやばいよ、もうこれ。もう言ってやってくれよ、ミオシャに。まあでも、まあしょうがないね。ふぶちゃん、もうしょうがないよね。ミオはね、まだ初めてだからね。ここで長い車与えたのが悪いよね。そうなんだよ。ふぶちゃん、目を覚まして。疲れてるのよ、あなた。そんな、しょうがないんだよ、すまん、これは。受け入れるしかないんだ、この運転を。モスターフルちゃん、DVとか受けてんの。受けてないそんなこと。このままだと、でも 800m、あと1キロが。もうちょっと、もうちょっと。もうちょっとだね。こんなに長い1キロ初めてだ。ほんとだよ。大丈夫。乗ってる。わたしらもう、うわーってなって絶対酔ってる。確かに。ミオシャの占いは信じてるけど、ミオシャの運転ほど信じられないものねえよ。確かに。なんてこと言うんだ。うちが運転するより信じられるものないからね。あるよな、うぶちゃん、うん、信じられないでしょ、一番。なんでミオシャを運転手に選んでしまったんですか。ほんとだ。やっちゃった。わー、長い。長いじゃねえよ。あ、ここなんだ。だから言ったじゃん、信じろって。わー、ほんとだ。これに関してはすまん。これを運んで、なんでこんな倒れてんだろう。終わったよ。終わった、終わったよ。よし、帰るか。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様でした。終わっちまった。